本日やってきたのはこちら、めちゃくちゃメジャーな有名店の横にあります隠れ家的なお店、オリエンタルキッチンさん。いいですね、この路地裏感が。知る人ぞ知るっていう感じでしょうか。ちょっと初めて来たので行ってみたいと思います。赤レンガ倉庫には有名なお店がたくさんあるんですけど、実はこちらも有名店でした。今日のスペシャルメニューはこちらでございます。はい、2つとも500円なんですか。500円で取り、この日の日替わりランチは A と B の2つから選べました。ラーメンがどちらも350円、あんまら安い。お店の雰囲気もすごいいいですね。異国情緒があふれる。照明にこのプロペラついてるのがいいですよね。昔はやっぱり建物の高さがあるから暖かい空気を落とすんでしょうか。メニューを見ていくといろんなメニューがあって、チキンやスクランブルエッグ、アジフライプレート、サバ焼きランチ、中華風オムレツ、いろんなメニューがありますね。ハンバーグもあるし、とんかつもある。他には丼物、カツとじ丼、カツ丼ですね。あとはエビチャーハンとかタイグリーンカレー、多国籍料理っていう感じでしょうか。カレーや、あ、うどんとかそばもある。ホットドッグ。あとは基本的にこちらのお店は全ての料理がお持ち帰りできるそうです。テイクアウトもちょっとやっていこうと思います。それじゃあ今日はせっかくなのでランチを頼みたいと思います。 A のささみチーズフライ、メロンソーダもらってもらったんですか。全然です。はい、500円です。はい、ありがとうございます。嬉しいと。あ、欲しいです。はい、ここ何年ぐらい前からやったんですか。ここはもう15
ありがとうございます。美味しかったです。お疲れ様です。すごいボリューム。これはじゃあ家で紹介します。